キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。さあ始まりました、この番組ファジアのニュースでございますけども、まあ、我々フロントスタッフの視点からですね、ファジアの今の現状をお伝えしていこうという番組でございますけども、まあ前回の配信から2週間経ちまして、チームトップチームの方は2連勝ということで、はい、な言うてたやん、あとちょっとやってなってな、これなんよ、はい、あとちょっとやっぱそのもうほんまあとちょっとは何かのきっかけっていうのはあるんやけど、うん、はい、やっぱあとちょっとね、うん、まあ、でもやっぱこれを、まあ、今週またいわき戦あるし、まあ、来週ホームでまた戻ってきて戦うわけですけども、まあ、残り試合も少なくなってきて、はい、やっぱり調子乗ったらあかんし、まあね、もちろん、うん、ないし、やっぱもう次一つ一つって、もう次の目の前の試合ってやっぱもうこれはもう現場チームのみんな、まあ我々、フロントスタッフもそうやって思ってるし、はい、ほんまにもう一つ一つなんで、もう調子乗らずに、はい、でも間違いなく上がってきてるから、はい、まあ、そこを信じて、やっていこうという話でございますけども、まあ、前回の配信でね、実はちょっとクレームがありまして、お、何でしょう、監督から、お、監督のお嬢さんが、まあ、あの高台のことをね、すごい好きって言って、あれ取り上げたなって、はい、すいませんって、ちょっといいの使わせてもらいましたって、いや実はと、はい、パパ言って、うん、監督のお嬢様が、高台、はい、も好きやけど、チアゴも好きらしい、ちゃんと言うといて、俺それ聞いたときさ、やっぱさすが監督のお嬢さんやなと思って。やっぱ残り試合、はい、キーマンになる人をやっぱりそうやってこうパパ経由で、はい、やっぱこう言ってる、やっぱりこう監督の調査やなっていうのをこう思ったのと、まあ、あとはやっぱ監督の奥様とかもこれ見てくださってるらしいのよ。そうなんですか。そう、ありがたいですね。ありがたい。で、監督の奥様は元アナウンサーさんらしくてさ、ほうほうほう、もうなんかめっちゃ緊張してるね、俺喋りで。そうそう、これもと滑舌悪いなあいつとか絶対思われてるやんっていうのもあるし、はい、まあ、ただやっぱりこうそういう、まあ、選手も含めて、はい、あのほら遥のお父さんなんかもそうじゃない、あ、はいはいはい、見てくれてるって、はい、やっぱりなんだかやっぱ選手の家族はやっぱりこういう、まあ、ファジアノをやっぱりすごく当然ながら応援してくださってるし、はい、やっぱ、まあ、本当にこうほんまのファジアノファミリーじゃない、本当にね、ね、はい、で本当に我々フロントスタッフすればやっぱりそういう選手監督スタッフみんなの家族もあってのファジアノで、もちろん今、ね、ファンサポーターの皆様スポンサーの皆様もそうやしっていう、こう一緒になって戦ってるんやなっていうのをですね、うん、監督のお嬢様の、はい、監督の奥様がこれ見てるって聞いた時に僕はそこまで感じましたね。だいぶ行きましたねマジで、はい、うん、あ、本当にね、本当にありがたいです。だからちょっとずつこのファジアのニュースもいろんな方に見ていただいてっていうところではあるので、はい、まあ、もこれ気を引き締めてね、はい、はい、監督の奥さんこれ見てるから元アナウンサーが見てるということで、はい、はい、あのお届けしていきたいと思いますし、皆さんもよろしくお願いします。それでは、本日のヘッドラインです。本日のヘッドラインはこちらです。どうぞ。今季初ゴール、元山遥選手のインタビュー、そして、アンダー18クラブユース選手権、3位になった、ユースの、面々がですね、これは行政さんの方に、行政の方に、表記訪問を、しております。そして今私が着ておりますこのユニフォームシャツのプレゼントの、9月9日仙台戦の、情報ということで、届けていきたいと思いますけども、まあ、あの8月26日に行われましたアウェイアジアモトスタジアムなんですけども、東京ヴェルディに3対2で、勝利し、その前のね大分戦も勝利していましたので今季2度目の2連勝ということになりまして、この東京ヴェルディ戦で2点目を決めました元山選手にインタビューをしてきましたので、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。見てよろしくお願いします。お願いします。改めてナイスゴールでした。ありがとうございます。まあ、すごいこうゴールパフォーマンスにもあのゴールの嬉しさとかっていうのが伝わってきたんですけど、決めた時どんな感じでした？いや本当に嬉しくて、というよりなんか今まで本当悔しい思いをしててきたので今シーズン、それを晴らすことができた気持ちのいいゴールだったなっていうふうに思います。簡単にあのゴールシーンこう振り返ってもらってもいいですか？多分セットプレーの流れからずっと攻め続けて
だと思うんですけど、まあ、やっぱりあの時間多分バイスが入ってきてたので、バイスとルカオとヤナ君がいて、やっぱり相手が警戒するのはそういう見てわかる強い選手たちだと思うので、まあ、自分はそこで多分相手がそこまで警戒してないだろうなっていうのは思ってましたし、まあファーのところの相手の警戒もあんまり強くないなと思ってたので、まあ、いいボールさえ何回か上がってきてる時にいいボールさえ来れば決められるじゃないかなと思ってたら、まあ、ムークが本当最高のボールをくれて、僕はもうゴールに向かってヘディングするだけでした。しっかりこう向かって向山選手にマークがついてて、で前に柳選手がいて、こうまあブロックされたとかでもないけど、こううまくスーッと抜けてたのは、あれはどういう意識だったんですか？そうですね、まあムークがクロス上げるタイミングで、多分ヤナ君のマークの選手は多分かなりアラートにヤナ君にタイトについてたんですけど、ボールへの反応がだいぶ僕の方が早く反応できたので、まあちょうどいい形でヤナ君が入れなかったスペースにちょうど僕が入ることができて、まあ、ヤナ君が引きつけてくれたおかげかなとは思います。すごく嬉しそうだったのと、やっぱり去年のあそこのアジスタでのこう、本山選手、まあ、涙を流し悔しがってたっていうのはすごく印象的で、なんかそういうところを同じスタジオで話したっていうのもあったりしたんですか？そうですね、それはかなり僕も意識してましたし、まあ、去年ミスして失点してで負けてしまったスタジアムで、本当に苦い思い出のあるスタジアムだったので、まあ、そのスタジアムをそういう思いのまま終わらせたくないというか、自分にとって相性のいいスタジアムに変えてやるぐらいの気持ちで入ってたので、まあ、本当にゴール決めるなんてまさか思ってなかったですけど、本当にそういう去年の思いもあって、まあ、本当に嬉しいゴールになりました。やっぱりそういうの試合前から結構意識されてたんですか？そうですね、まあ、ミスしたっていうのはあんまり意識しないようにしてたんですけど、まあ、ただいいプレーをしていい結果を出していい思い出に変えようっていうのは思ってました。ありがとうございます。じゃあちょっと今後の話というか、残りの10試合、もうリーグ戦少なくなってきたんですが、まあこう数試合、まあ、バイス選手のポジション争いもあって本山選手出場を続けてますが、まあ、その辺こうどう意識しながらこう試合に臨んでますか？そうですね、まあ、自分とバイス選手はまあ本当に特徴が全然違うので、自分の特徴を発揮してチームに貢献することだけを考えてて、自分がバイスの代わりに出てるとは全く思ってないですし、自分は自分なので、まあ、自分の特徴を出してチームに貢献することが自分にできることなので、まあ、あと残り10試合で本当にラストスパートっていうところになってきましたけど、まあ、いつもと変わらず自分にできることを毎試合 100% やって、そうして結果がついてくれば本当にプレーオフとかそういうところも見えてくるようになると思うので、まあ、一試合一試合本当に大事に戦っていくだけかなっていうふうに思います。ここに来てチームも2回目の連勝を飾ることができて、チームの雰囲気っていうのは今どんな感じですか？そうですね、本当によく声も出てますし、練習でもいい雰囲気でやれてるって監督も実際に言ってますし、本当に僕もやってていい雰囲気で練習できてるなと思うので、まあ、ただ、今年まだ3連勝できてないので、ここで3連勝できるかできないかが本当に今年のラストのところでプレーオフに食い込めるかどうかっていうのは本当に大事になる一試合だと思うので、まあ、アウェーで大変な試合にはなると思うんですけど、まあ、本当に気合を入れて臨まなきゃいけない試合になるなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ最後に改めて残りのシーズンへのこう、個人的な意気込みお願いします。はい。まあ、昨年はこの時期から本当に試合に出ることができなくて、チームに貢献できず本当に悔しい思いをしたので、まあ、今年こそこの大事なラスト10試合というところで、チームに欠かせない選手になって、チームに力を与えられる選手になって、まあ、プレーオフっていう J1 昇格っていう目標を、本当に今、選手もスタッフも、まあ、ファン、サポーターの皆さんもそうだと思うんですけど、誰も諦めてないと思うので、本当にそれを現実にできるように、残り10試合、全力でやっていきますので、応援よろしくお願いします。はい、本山選手のインタビューをご覧いただきましたけど、やっぱり去年のあの涙を知ってる我々からすると、はい、ジーンとくるもんが熱くなりましたね。熱くなったね、まあ、本人もやっぱり言ってたけど、そのいいスタジアムにしたいっていうことをやっぱり言ってたし、その、まあ、前の日ね、まあ、僕たまたまその隣で聞いたけど、田中雄大君にめっちゃいじられてたよ。
あの遠征行く前に雄大に、おいバックパス気をつけろよって悪いやっちゃな、バックパス気をつけろよって俺が聞いて4回言われてたねバックパス気をつけろよ。でそれでバス乗り込んで行ってたけど、はい、まあでも雄大雄大なりにこう、はるかをね、うん、あのこう励ま、まあ意地ってね、はい、まあ、リラックスさせようとして、やっぱこう、うん、あの仲のいいというか、そうね、これはまあ春雄で、はい、あいいコンビやんで、こう雄大がさ、あの、まあ、遠征行くメンバーにこう、まあ、水を、まあ、こう一本一本拭きながら水を渡してって、やっぱそういうこう、うん、まあ、メンバーに入らなくてもやっぱそういう遠征行く、まあ、選手とも戦ってるっていうのがこう出してくれてたし、うん、バックパス気をつけろよって多分ね、はるかもうるさいわって言ってバス乗り込んでってたから仲いいからこそ、そうそう、なんかこう言えるね、あのそんなあのところもあったし、あのルカオ選手なんかもね、あれはもうその前のこう裏で、ね、足乗ってこうくるって回してこうパス出したら、ああいうパスもありながら落ち着いて、やっぱ最初こう浮かそうとしてたよね、浮かそうとしたけど、まあ、それがまあキーパーの、まあ、当たってしまって、でもすっごいところ冷静に落ち着いて決めたと。いうところもありましたし、まあ、あのその前の、まあ、1点目に戻ると、高橋選手、これもね、もうたまたま僕クラブハウスで高橋選手と会って、はい、あの股抜きパスは狙ってたんですかと、まあ、強いて言うのはその前の、まあ、ディフェンダー2人置き去りにしたプレーからっていうと、ディフェンダーたまたま滑ってくれた、あれは狙ってないと、たまたま滑ってくれたからスルスルって抜けたけど、最後あのチアゴに出すパスはまたは狙ってた、あれ見えてたらしい。へー、さすがですね、すごない、久しぶり、やっぱりね、やっぱ狙ってるんよ、うん、ああいう瞬間を、うん、でね、チアゴもやっぱり落ち着いて、うん、決めてたしっていう、うん、で2点目のね、この、まあ、さっきも申し上げましたけども、まあ、はるかのヘディングシュート、まあ、いろんな思いのこもったヘディングシュート、そして3点目のルカオ選手というところで、まあね、その後、まあ、2失点はありましたけども、やっぱり、まあ、勝つことが、まあ、当然まずは大事なんで、まあ、連勝を飾って、そしてこの今週いわき戦大事よ、これ3連勝かかってね、3連勝、もう連勝も当然さ、もう本当はさっきも言った目の前の、もう上のね、このプレーオフとの、あのプレーオフ圏内っていう意味でもすごい大事な試合になってるっていうのは、やっぱりこう、あの選手も分かってるし、はい、でそれ勝って3連勝して、この9月9日のね、うん、まあ、本当にこう、まあ、我々にとっては、やっぱこのオリジナルユニフォームシャツを配る日っていうのは、もう、ある種、お祭りですから、はい、もう本当にもう街を巻き込んで、これはもういろんな、例えばこれ行政の方も着用いただいてたりとか、岡山駅の方も、うん、まあ、駅員さんも着用いただいたりだとか、うん、まあ、そういう街を挙げてと言っても過言ではないぐらいの、このオリジナルユニフォームシャツ配布の日ですから、はい、いわき戦、まずは今週、いわき戦に勝って、仙台戦につなげていきましょうというところでございますけども、まあ、本当に、本山選手、去年悔しい思いをした味の素スタジアムで、まあ、いい思い出になるスタジアムになったんじゃないかなというふうに思いますし、これはまたあの春パパも見てるから、はい、きっとまた春パパとはスタジアムでお会いすると思うんで、はい、あのぜひ皆さんも、引き続き本山選手の応援と、そして、今週のいわき戦につなげていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして、これもこちらもめでたい、まあめでたいというか、まあどうなんやろ、やっぱ選手は言っても悔しさか、そんな、まあ、半々やな、はい、あのまあ、今年の夏にね行われたこの47回日本クラブ選手権で、まあ、アンダー18が、まあ、3位になって、岡山県、副知事、そして岡山市長、倉敷市長に、表敬訪問を、行ってきました。これはあの訪問したのは主将の勝部君、勝部選手と監督のリャンさん、リャン監督と北川社長の3名で訪問してきたんですけども、まあ、それぞれね、まあ、温かいお言葉をいただいて、まあ、やっぱりあのなんていうか、こういうクラブ理念の子どもたちに埋めよっていうところで、まあ、本当にこうあの選手のね、登録してる選手、そして試合に出場した選手もやっぱりあの岡山県出身者の選手が非常に多いと。いうところでもあったので、これはファジアーノだけじゃなくて、これも前回も言いましたけども、あの小学校年代から、まあ、小学校年代、中学校年代で、やっぱりこう地域の、クラブ、まあ、スポーツ少年団のコーチの方々、
のやっぱりこう決勝でもあったりしますので、まあ、そういういろんな小さな小さな積み重ねがこのベスト4になっているというところでもありますので、まあ本当今季はまだね、あのプリンスリーグの優勝もまだまだというか今首位か、まあ、現時点では首位やし、これプレミアリーグ参入ということになれば、あのまさにですね本当にこう岡山からちょっとずつですけど、まあやっぱり地道に選手が出てきてっていうところで、こうファジアのレースでまず決勝していただいて、でその後まあトップにまあつながっていくって、このもうこういうもう本当になんていうかもう長いけども、ちょっとずつの積み重ねでやっぱやっとここまで来ているというところでございますから、まあ皆さんもぜひこの育成年代に、これは本当ユースだけじゃなくて、あの小学校、はい、中学校年代の活躍にも、そして選手にもぜひ注目いただければと思いますし、だからあれはね、今後はこのアカデミーの育成の各年代の監督にも、はい、まあ、あのファジアノのね、あのこのファジアンチャンネルであのアカデミーニュースもやってますけども、まあ、このファジアニュースにも、各年代の監督には出てきてもらおうということで今企画してますんで、はいはい、あのどういう形でお届けできているかは、まあ、今あの試案しているところでございますので、ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。そして、最後でございます。前回もお伝えしましたが、まあ、次のホームゲーム戦9月9日が、仙台戦が L 字オーデーということになっておりまして、この日はこう私今来てます。1万2000名様にこのオリジナルユニフォームシャツを、プレゼントさせていただきます。これはもうピッチサイドシートは完売、はい、ファジシートは現時点ではまだ売ってるけども、これは明日配信の時はどうなってるかまだ分からない。そうですね、だいぶ少なくなってる、うん、ということもありますし、あの今季ホームのね、開幕戦に次ぐ勢いで今チケットが売れてますんで、はい、どうしようかなと思っていただいている方はもうぜひ早めにチケットをですね、お買い求めいただければと思います。そしてあのこの辺は次長課長の小本さん、そしてタレントの松木里奈さんが岡山県出身のお二人が登場するということで、ファジステージや、まあ、スタジアム内でトークショーが行われますので、これもお笑いでいくとも今ね、岡山県出身のコンビの方々が、まあ、すごいけども、どうなん、次長課長さんとかはもう走りじゃないのかな、ね、だからその学生の時にやっぱ岡山県のお笑いタレント、お笑い、まあ、ユニットといえばなんかもう次長課長みたいなとこもあったから、それから今その後千鳥さんが出てきてとか、それこそ我々ウエストランドさんとか空気階段さんが出てきてみたいな、本当にこの今岡山のお笑いのまあなんか走りみたいなところもあるから、ぜひその辺はこれまた僕ちょっとファジステージで、はい、あのお話をさせていただくんで、まあ、そういうことも聞きたいですし、タレントの松木玲奈さんも今あのもう超売れっ子の、はいはい、あのまあ、モデルさんでもあるんだよね、モデルさんでもあるし、タレントさんでもあるということで、まあ、このお二人とどんな話をするかっていうのはもうこちらも今僕試案中なので、はいはい、あの楽しみにしていただければと思います。そしてあのこの日はですね、グッズ売り場であの2000以上のお買い物をしていただくと限定ショッパーをプレゼントすると、この、ね、桃田のピンクカラーのショッパーになってますし、ぜひ2000以上のグッズをお買い求めいただいてですね、ショッパーをあのもらっていただければと思いますので、よろしくお願いします。これはあのなくなり次第あの終了となりますので、早めにゲットしていただければと思います。はい、前回の配信でたくさんのコメントいただきました、ありがとうございます。やっぱそうね、これはもう高台についてですけども、まあ、佐野くんの移籍は今年の、すごない大賞候補ですよね。そうですよね、もうクラブ初のもう海外移籍ということで、本当これはもうすごない大賞候補ですよ。だからもうこれは言うてくれてるのはもうすごない大賞を年末にやらないとダメよね。確かにね、ね、だからみんなが選ぶすごない大賞を選びましょうよ。やりましょう、はい、もうこれはありがとうございます。対処法ですよねと。そしてくれぐれも健康に気をつけていってらっしゃい、俺たちの街から世界に響け佐野広大と、そして、YouTube では見れなかった佐野くんの遺跡の裏側が見れるのはファジアのチャンネルだけ、わずか1年半だったけど我々は遺跡に我々は遺跡を誇りに思う、世界で羽ばたけ、佐野広大ということで、もうオランダに行ってもう徐々に多分生活も慣れてると思いますし、まあ我々とすればやっぱり広大頑張れよし、で残されたメンバーは残されたメンバーで頑張ろうって言ってながら今これ連勝してきてますから、はい、ぜひ、引き続き広大の動向もチェックしながらということで、よろしくお願いします。今回のファジアニュースはここまでです。ご感想や、コメント欄は、ぜひご記入をいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。
キャリオンプレゼンツファジアノニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。またお会いしましょう。